ではここからはですね、経営についてお話を伺っていきたいと思います。はいはい、サガイ塾が独立を決めたきっかけ、まあ、タイミングでも結構です。これは何だったんでしょう。料理人になったその瞬間ですよね。瞬間からもうだからいつかはやっぱり自分がそのトップに立った、自分の店を持ちたい、自分の城を持ちたいっていうのは、この料理人になっていつか自分の城を持ちたいってずっと思ってました。そうだから、あんまり人に使うのが好きじゃないんだけど、好きじゃないん で、 やっぱりいつかは自分のそのもう料理屋で自分の城を持ちたいっていうのはずっと思ってました。で実際にこう城を持つと決めた時っていうのは、もうやっぱそれに向かって、うん、その本当にもう例えばちょっとお金給料もらった時に、例えばコーヒーカップをもう買い集めてるとか、お皿をそのバイオの時にお皿を買い集めてるとかっていうのもやってました。あ、じゃあずっとそれに向かって、タイミングやきっかけではなく、もう目標に向かって常に進んでいたってことですね。はい、だからもう店を開くと決まった時はもうコーヒーカップも買わなくていいやとか、そう、皿もある程度こういろんなジャンルのもの、あの皿が全部そのお客さん同じ統一でなきゃいけないという感覚は全くないんで、まあ、違うお皿でもいいねっていう、結構だから違うお皿をもう集めていたし、そうですね。でももうお店を始める時にはもう足りないものは一つもなかったっていうことですか。まあ、若干足さないですね、分はね、その時代によってありますけども、まあ1から10までその考えていけないということはなかったですね。じゃあもう始めるぞゴーというのではなく、着実にもう進んで、それに向かって少しずつ、そう、結局その店を出すというのはその本当に置くというお金が必要ですから、はい、その当時その給料もらっているわけで、ね、だから少しずつ少しずつこう何年かにわたってそれに向かってを試していってたんです。はい、じゃあもうシェフにとってはもう独立はもうきっかけもタイミングもなく、もう料理になった瞬間からも決まってたこと、ね、っていうことですね。もう絶対しかもう城も自分の館もです、ね、うん、自分の道を持つ、うん、強い信念が大事ですね。やっぱりこれ何か目標がないとね、ただ時間を過ごしている人と、目標に向かって準備している人とはやっぱりこう気合と目線とは違うし、そこら辺っていうのは本当にこう人それぞれだったけども、まあ、それだけ余裕ある人はね、もう生きないとできないですけども、まあ、一流人が、まあ、店を出すのは安定的じゃない時代でしたから、それはもう本当にそれに向かって少しずつ準備はしてました。まあでも1日や2日でこうなれるものじゃないですからね。そうですよね。やっぱり僕がシェフになったのは意外と早かったんですよ。36ってなって29歳の時に、ですから俺で36で独立したんで、はい、ならやっぱりその頃にいろんなものをこういいものにしてもらったものとか、やっぱりその使いたいお皿を少しずつ集めていたとかというのがありますよね。では経営者酒井博之としての理念はどんなところに？やっぱりそのレストランビジネスを成功させるっていうのは本当にこう雲をつかむようなもんなので、そのやってみなきゃ分かんない、店開けてみなきゃ分かんないっていうことですから、さっきも言ったけど、やっぱりこう一番大事なのはやっぱり健康であって自分が楽しんだ、それがやっぱ僕の一応根底になるんで、でこう自分が店をまさかこんなに大きいなと思ってなかったんですよ、当然思ってなかったし。でもここまで今もう4店舗のお店あるんですけど、まあ、今100人ぐらいでやりますから、スタッフがここまで大きくなったらもっと思ってなくて、いつの間にか大きくなったというのはやっぱりスタッフの力とか、それを支援してくれてるお客様とか、そういう人たちの影響がすごく大きいと思うんですよ。せっかくその店を出したんだから、まあやっぱりこうね、その36、1歳というのはもうバリバリの時ですよ。そうですね。もう1日、2日、徹夜しても全然疲れないっていう時ですから、やっぱりこう今でもその独立したいっていう人が言うと、とにかく35までに独立しようって言うんですよ。ああ、なるほど。そう、
うん、僕は36だったんだけど、うん、35までに独立して縦3にやって失敗してまた電話してくけど、うん、それは40になって独立してもう5年経って45、50はもう出戻りができないんだ、うん、やるんだったらもう1日早いで、ちっちゃな店でもいいから、うん、よくこう言ってますよね、うん、でそれがやっぱり昔のそのいろんな人には巻き合って育ってきた、うん、自分が信じてることなんですよ、うん、マスコミとであってもう見てる力があるうちに、うん、自分がやりたいことをそのスタートさせる、うん、なるほど。じゃあこう伝えていくとするならば、やっぱり健康を楽しむこと、スタッフの力、そして自分の力があるうちに、そう、早くスタートした、スタートしろという、うん、あとは家族を大事にしよう、家族も大事ですね。あんまり大事しないで、いやいや、そんな、なるほど。じゃあ